日本を代表するサルーンであった、トヨタクラウンですが、16代目になって4車種に分裂し、まず、クロスオーバー続いて、5ドアハッチバックスタイルの、スポーツの販売が開始されました。そして今回、大本命といえる、セダンの販売が開始され、ミッドランドスクエアにも展示されていたので、見に行ってきたよ。クラウンセダン、Z、ハイブリッド、ブラック、パッケージ付きの主要スペックだよ。スポーツよりもクロスオーバーに寄せて大型の台形グリルを組み合わせているよ。ホイールベースが 3M もあるとさすがに大きいよ。
め強パネルが採用され、カーテーティーランプも装備されているよ。ペダルはオルガンタイプだよ。Thank you.
ロンとカップホルダーもセダンはミッド付きだよ。
ているようだよ。守っていきたいっていう思いがあったので、しっかり未来を見据えたサラダを作りたいなと。
どっちがいい？思われる方もいらっしゃいますし、うん、やっぱその辺はね、実写を見てみないと、はい、というところだと思うんですよ。そうですよね、乗ってみるのは大事、うん、乗ってみて、うん、あそこまでのパワーはいらんかなという気もしたり。そうですよね、何を求められるか、うん、ちょっとね、乗り方とかもね、そうそう、違いますし、皆さん一番いいと思ったのは6なんですけどね、アイニック6。あれが出てくれると一番いいんだけど。